三両排水路工事から生まれたのが戸田が世界に誇る戸田ボートコースなんだ。戸田ボートコースは昭和12年から建設が始められた。初めの計画では長さ2400メートル、幅70メートル、深さ3メートルという立派なものだった。ボートコースは第12回東京オリンピックのボートレースの会場として戸田村が選ばれたので建設されたんだ。戸田の人たちは大喜び。工事は急ピッチで進められたけれども、このオリンピックは戦争のため取りやめになってしまった。戸田の人たちはがっかりしたんだけれど、ボートコースの工事は進められ、昭和15年念願の戸田ボートコースが完成した。戸田ボートコースが名実ともに世界の舞台に躍り出たのは昭和39年に開かれた第18回オリンピック東京大会のボート競技の会場となったからだね。現在の戸田ボートコースは幅が90メートルに広げられ、国体やインターハイなど多くの全国大会の場として、また国際交流の場として世界中にその名が知られるようになったんだね。さて話を荒川に戻そう。荒川は古くから船による交通の道として利用されてきたことは以前調べたね。戸田を流れる荒川のもう一つの特徴は、昭和30年頃まで小規模だが漁が盛んに行われていたことなんだ。荒川の改修前にはとわみや縦干しなどという漁法で鯉やフナ、ウナギやナマズなんかを取ったんだ。スズキやボラなど海の魚も取れたんだよ。また改修後は刺し網と呼ぶ漁法が盛んになり、やはり鯉やフナなどがたくさん取れたそうだ。小さな川では四つ手網という網を使って鯉やエビなどを取ったんだ。私も子供の頃よく遊んだもんだよ。荒川の漁は今ではすっかり行われなくなった。荒川の漁労のことは郷土博物館の展示や戸田獅子などを見て詳しく調べてみよう。昭和の最も大きな出来事は戦争だろう。昭和12年からの日中戦争、16年からの太平洋戦争など15年間も戦争は続いたんだ。戦争は中国をはじめとするアジアの人々を苦しめた。しかも食べ物や物資が少なくなり、戸田の人々も辛い生活に耐えなければならなかった。この戦争ではたくさんの人々が亡くなったんだ。もう二度と戦争を起こしてはいけないね。戸田市は昭和61年に平和都市宣言をして、恒久平和の実現と核兵器をなくすために努力することを誓ったんだ。みんなもこのことをよく考えてほしいね。戦争の間、戸田の人たちはどんな生活をしていたんだろう。この写真は兵士として出かける人を写したものだ。大勢の男性が戦場に送られたんだね。村や家を守るのは残された女性やお年寄りたちだった。女性たちは千人針というお守りを戦地へ行く兵士のために作り、その無事を祈る一方、
生活を切り詰め、普通に買い物もできないような日々を送らなければならなかった。食べ物や日用品は制限され、配給の品を切符と交換したんだ。当時の女性はこんな格好をしていたんだ。子供たちも防空頭巾をかぶり、もんぺ姿だった。子供向けの本も戦争色の濃いものが多く出されるようになっていった。日本はこの戦争でだんだん苦しい立場に追い込まれ、昭和18年頃から日本上空に爆撃機がやってきて空襲を受けるようになってゆく。戸田の人たちも防空壕という逃げ込むための穴を作り、空襲を避けるという生活をしていたんだよ。昭和20年8月15日、戦争はやっと終わった。終戦後の教科書は軍国主義を謳った文章を墨で塗りつぶしたものを使ったんだよ。そのぐらいものがなかったんだ。そんな時代の小学生たちのことをみんなで話し合ってみるのも大事なことだね。戦後は民主主義という新しい考え方のもとに学校の制度も決まり、学校給食も始まって、みんなは少しずつ元気を取り戻していったんだ。では次に、みんなが住んでいる戸田市はどのようにできたのかを調べることにしよう。戸田はいくつかの村が合併を重ねて今のようになったんだよ。明治22年、図にある戸田の村は合併により戸田村と宮本村、笹目村になったんだ。昭和16年に戸田村は戸田町になった。ついで宮本村と笹目村はまた合併して三笹村となり、戦後の昭和32年には戸田町と三笹村が合併して戸田町になった。そして昭和41年、戸田は埼玉県では24番目の市になったんだね。戸田は初代野口市長のもと新しい市政が始まったんだよ。昭和45年には現在の市庁舎が完成し、昭和57年には戸田の通過を反対する声も多かったけれど、新幹線の工事が始まった。この工事では戸田の貴重な弥生時代後期の遺跡、鍛冶屋新田口遺跡の発掘調査も行われたんだ。昭和60年には市民待望の通勤新線埼京線が開通して、市内に3つの駅ができたんだね。